ということで次のお店に行ってきました。続いてのお店は中区上町にあるワインショップグランバン18区です。清潔感のある店内には国内外からえりすぐられたワインが所狭しと並んでいます。いろんな種類のワインがあるんですね。はい、約300種類以上のワインを揃えてまして、はい、フランスを中心に世界各国、一応日本のワインも揃えてます。でもこれだけ種類があると迷ってしまうんですよね、選ぶときに。そうですね、当店ではお客様一人一人 の、 飲まれるシーンですとか目的に合わせてお話をしながら一つ一つワインを選んでいくことをコンセプトにしておりまして、お客様がこんな風に飲みたいっていうことをおっしゃっていただければ最適な一本をお選びさせていただいております。お店には梶山さんのようなシニアワインアドバイザーやソムリエの資格を持ったスタッフがいるので、ワインのことをあまり知らないという人でも安心です。そこでその梶山さんにぜひワインを選んでいただきたいと思い、あるものを用意してきました。先ほどジーベンさんからですね、こちらのチョコレートをいただいてきたんですが、梶山さん、このチョコレートに合うワインを選んでいただけませんか。はい、かしこまりました。そう、先ほど G 名の田中さんにお願いしたのはこのことだったんです。ワインとチョコレートを一緒に食べたいという私の願いを心よく受けていただいた田中さん、選んだチョコレートはこちらの6種類です。このチョコレートは甘さ控えめのビターなものやフルーツの酸味を生かしたトリュフになっております。このチョコレートに合うワインを選んでください。ということで梶山さんに選んでもらいました。ちなみにグランバン18区にはこのようにバーカウンターがあり、有料ですがワインの試飲もできるんです。ではお待たせしました。こちらがフランスの南部で生産されているバニュルスというブドウ本来の甘さを残した天然の甘口赤ワインです。チョコレートとの相性は抜群ですので、ぜひ試してみてください。いただいたのは、ハートの模様が可愛いフランボワーズ。キイチゴのゼリーとガナッシュのハーモニーが楽しめます。そして梶山さんが選んでくれたワインもいただきました。飲みやすい、本当に甘くってなんかデザートみたいなワインですね。そうですね、風味にキイチゴのような香りもありますので、まさに今のキイチゴのゼリーが入ったチョコレートと口の中で溶け合ってとってもいい味わいになると思います。こうやってワインとチョコレートを一緒にいただくっていう楽しみ方っていうのは本当にあるんでしょうか。そうですね、こちらはヨーロッパの方ではもう大人が楽しむ食後のスタイルとして非常にそうやって楽しまれる方が多くいらっしゃいます。はい、やはりお客様一人一人のご要望やお客様の生活スタイルに合ったワインをこれからも一本一本丁寧に案内していきたいと思っています。平成21年度に選ばれたお店はどれもお店の演出や接客にこだわった魅力のあるお店ばかりでした。さて、平成22年度のいい店広島選考会は最終段階に入りました。果たしてどんなお店が選ばれたのでしょうか。今年度応募のあった523店舗のうち三次審査に進んだ店は19店舗です。審査会では大学教授や中小企業診断士など6人の審査員が実際に店を訪問した時の印象など評価ポイントについて話し合いました。店舗そのものの
伝統もあり地域に根付いたお店であるという印象があると、入り口はフラットで社会的弱者の方もですね入りやすいと。警備員さんをきちんとやっぱりそういうふうに混雑する時間帯に入れて、狭い駐車場をなんとかそれでカバーしようというのはなかなかいい感じなんですね。およそ2時間にわたる審査の結果、今回は9店舗が選ばれました。地域に密着し豊富な品ぞろえがあり活気のある店舗が多く選ばれております。いい店を受賞したことで満足するのではなく、ここをスタートとしてさらなる店舗の魅力に努めてもらい、地域の見本となり地域を引っ張っていく存在になってもらえばと思います。平成22年度いい店広島に選ばれたお店はこちらです。いい店リポートいかがでしたか。このいい店広島についてはこちらガイドマップなども作成されていますので、これを見ながら広島巡りなんていうのもいいかもしれませんね。またホームページにも情報をアップしていますので、そちらも参考にしてみてください。あなたのお気に入りのお店が見つかるかもしれませんよ。それでは今回のいい店リポートはこのあたりでお別れです。さようなら。